で、これ。ありがとうございます。乾杯、まず。乾杯。乾杯。はい、いただきます。いただきます。スパイスソース、ね、ウスタースペシャルバージョン。力つけてから、はい。よし、じゃあ、やりましょう。俺、飲みますよ、これ。馬場さんやっちゃうからね。俺やっちゃうからね。じゃあ、行きましょう。1時間かかるからね。じゃあ、お願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。いただきます。いただきます。ああ。うん。ああ。うん。飲み会の前にユンケル初めての気合い気合いだもん、何でもね、本気じゃないとダメなんだ、まあ、確かにこれでもう言い訳できないですね。あ、座りません、できません。ビールをワイングラスに飲む。あ、どう、すごい、黒木ひとみさんみたいですね。マジでオシャンティですね。オシャンティ、すいません、いただきます。ガフ的な、えすいません、待って、待って、なんでこんなぬるいビール。嘘こんなぬるい嘘、ま、まるすぎてぬるみたいな感じ。なるほど、はい、はい、なつ次はわからないと思う。なるほどこんなぬるいビール飲んだことない。待ちすぎてさ触んなきゃよかったっすね、ほんとに。これもうこれね、一口目で気づきたかったけど、持ったらさ。しかもドイツのビールは常温って言いますから。そう、いただきます。いただきます。シャンディガフ。めちゃめちゃ日本のビール。なんか俺ここだけ手元だけ見てたのさ、翔太がこう震えてるからさ、笑ってたね。こんな時に気づいたんだ。もうぬるぬるってなって。あ、これはボケじゃないですか。ちょっと1時間、1時間経ち。これってくだんじさんの天然ってことですか。そういうこと。ちょっと待って、使いこなしてるじゃん。すげえ使いこなしてんじゃん。もう忘れてる。左手にこれ、右手にはビール、こういうことね、はい、こう、はい、もう飲むしかないですね。すごくない、すごくないですかこれ。そうなの、え、どっから出てんすか。これ、どこ、すごいね、これ、電気消すと、こう、映画見れるわけよ、こう。ね、ネトフリね、わ、YouTube、 はい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 、ね、いいっすね、九段寺チャンネルをちょっと流しながら飲みますか。マジか、権利誰にもないから。あ、そうそう、一番ね、はい、音楽とかじゃないからね。エラーが発生した。嘘だろ、なくなっちゃったんじゃないの、チャンネル。だってババちゃん終わったし、はい、舞台終わったし。ああ、ありがとうございます、見に来てくださって本当にありがとうございます。はい、ちゃんと用意してますよ。急にスイッチ入りましたね。おお、トゥン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 トゥすごく嬉しかったんですけど、すごく攻めた内容で、うん、もう俺涙流しながら笑って、マジでギリだよね。嬉しかったです。で、九段寺さんのファンの方々は、うん、いいんですか？その尿意が追ってくることも、全然いい。マジですか？逆に告白したい。ああ、そういうの。今まで告白はされてないですか？特に、だっておかしいじゃん。実は僕っつって尿が終わっても、ね、ズボン上げた途端まだあいつが来るっておかしくね。飛ばしてんの、おかしい。立ってしても座ってしても、ええー、だから座ってしますよね。どの角度、どの角度で残りが出るのかがわからない。あげます、入れます、ある、あ、ちょっとこれからシャンパン飲むのに、おしっこの話やりましょう。色、飲んどさーし、飲んどさーし。色が、色が。結構怒られたやつね。ありましたね。ありましたね。いや、しかもこのちょっと、おーい、しかもちょっと奥さん思い出しましたね。すごい懐かしい。お、かっこいい、かっこいい、ありがとうございます、いただきます、ありがとうございます、よし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 、ママさん、ありがとうございます。俺これ絶対ダメだ。これ
つるっていきそうだよね、マジで。ちょっとね、大事を取りましょう。そう、大事を取りましょう。これね、もう3時間後だったらいけましたけどね。え？持ち方。何がやばいんですか。いや、添えるだけで。左手は添えるだけでしょ。ま、待って、2杯目でもう下ネタ行ったらもう終わりますよ。そうだね。この話したらもう戻ってこれなくなりますね。2杯目これ以上ない。はい。やばい。ママさんですね。はい。ありがとうございます。ついでに、あれしますか。何ですか。あの、ね、シャンパンということで。あ、いいじゃないよ。何、何。あ。くだにさん、電気消してもらっていいですか。一回消しますか。くだにさん、ライター借りたい。ハッピーバースデー、いやいやいや、マジで。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデートゥーユー。くだにさん。うわー、ありがとうございます。ハッピーバースデートゥーユー。いやー、おめでとう。いいっすね。消して、50の抱負を。出てきます。若いですよ。若いっすよ。すごい。50になるときに、はい、ババちゃんと高崎ちゃんとこって入れることが、うん、じゃあ次は僕の50を祝っていただいてよろしいですか。あと何年あんの。やばいよ。誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。お疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。いただきます。一回切り替えて。切り替えて。なんか違う使える話しましょうか。そうですね。そうですね。でも全部使える。全部使えますもんね、うん、使うと思います。結果もう結果このまま静止画使えるから、このまま静止画ね、目こうやってやってるだけでもう誰が見るんですか。じゃあ一回どこまで耐えられるかやってみます。そう、一回これを、うん、オッケーです。飲んじゃいけないよ。止まってよっていう。そうそうそう。いや、でも黙って飲んでる絵も、いや確かに大人の感じがかっこいいじゃん。こいつらいつ喋んだっていうのもしょ。ちょっとやってみます。やってみよう。じゃあ最初に喋り始めた人が負けですね。負けね。音を発した人。いやもう音はこういうのはいい、全然普通に飲んでて。この空気に耐えられなくなって喋り出した人が負けね。そういうの俺カメラ映画だからめっちゃ強いよ、ね、そうですよね。だって2時間とか耐えるから舞台で正座して。ああ2時間正座っすか。用意スタート。あ、動いた。動いたらいいのか。動きない。動きない。焦った待って、ルール分かんない。俺動いちゃダメだと思って、もうこの状態だったら勝てると思いました。じゃあ動くなら喋ったらダメね。じゃあ用意スタート。もうダメじゃないですか。先輩がやってんのよ。先輩がやってんのよ。もう耐えられ、そっち見られんもん。いつかあれやりたいですね、ドキュメンタル。多分、うん、2分で終わりますよ。この3人だったらなんかいろいろできそうっすけどね。3人え、あれでこの間それこそあれじゃないですか、僕の舞台見に来てくださってサプライズで来てくださった時にそれこそ動画で3人芝居とかやりたいね、うん、みたいな話をしてくださったじゃないですか、うんうん、できるかもしれないよ、思ったらっていう。そうですかね、うん、いやでもね、今回のこうして、ね、そう不思議すぎるメンバーですよね。これめちゃめちゃ嬉しい。さ、今これは YouTube でくだんチャンネルで、はい、それもう社長にも承諾取ったから。でだけどこれSNS だからね。 SNS って何の略ですか。え、知らない。はい、知ってるでしょ。いや僕知らないですね。なんだろう、なんすか SNS って何の略ですか。 S 最先端。スマイルショート7番メッセージ7番瀬戸はちょっとわからん。 SNS って何なんだろう。ソーシャルソーシャルネッ
ットワーク、ネットワークシステム、システム、あ、正解言っちゃった。あ、そうなの。え、そう、え、本気で知らないの。本当に知らない。合ってた、多分。待って、本当に知らなかったのとか言ってた。俺、ソーシャルネットワークシステムだと思って全然自分間違ってた。そうだよ、堂々と。一番恥ずかしいですよね。ルネッサンス、ルネッサンス。やっぱね、アパレル、アパレルか。だってもともとさ、アパレルやりたかったでしょ。もともとアパレルやってました。やってた。東京出てきて、アパレルやってましたね。やってた。やってました。福井からね。いや、新潟です。惜しい、惜しい。近いよ。惜しい。なんでこんな汗かくんだろう。ちょっと暖房切る。暖房ついてるんですか。暑いって。脱いでない。なんで暖房ついてるんですか。ちゃんと企画あるから。何マジで。え、何ちょっとあかんかった。これ絶対もう嫁の嫁なわけあるか。やめて。願いが、願いが的へ。わかる。血のネタが入ってる。願いが的へ。もう、ちょっと俺今願いがまとえって言いながらこうやって干してる。くだりさん想像できますもん。願いがまとえじゃない。マジで下ネタ。どういう、まあ、見といて。あんなだとしたら嫁狂ってるよ。こんな後輩来るのに。いや、そうよ。しかもブラ1のパンツ3なんすよ。願いが渡る。何がもうちょっとこれ卑猥だもん。先黒いの。いや、もうこんな。でも九段寺さんのあれだ、手拭いだ、パンツと一緒に願いが渡る。ここの黒いラインがこのパンツのこのラインに見えますもん。バチ当たりが。バチ当たりが。ちょっとさ、ちょっと一回さ、落ち着こう、落ち着きましょう。懐かしい。懐かしいでしょ。今も売ってんすね。売ってたのよ。作ってみた。子供の時やったでしょ。はいはいはい、やりました、やりました。ガチャーンっつって、ママちょっと借りていい。ポポン。普通よ、普通普通普通。全部が意図があるように。やっぱ世代っすかね、こんなんやってないっすよ。あ、そう。え、はい。でも福井にはなかった。新潟です。早いな、早いな。なんすか、そのカンパ。いいですね、なんか楽しいっすね。楽しい、やっぱり楽しい。いや、いいっすね。あの、前の舞台やってる時に、うん、黒木さんの舞台やってる時に、甘くない話、あの、終わる千秋楽とかに、すみません、これは俺たちは1ヶ月に1回ぐらい、うん、優しく振る。集まんないと、何やってくれよ、じゃあ。集まんないとダメだなって、九段寺さんが言ってくださって、大体社交辞令で終わるじゃん。そうね。基本ね。意外と、そう。しかも、集まろうと思っても結構ね、仕事がもうバラバラになっちゃうと、スケジュール合わなかったりするじゃないですか。アタックしてダメだったらなくなるじゃん。うん。いいっすね。おー、すごい。これ、ポップコーンできてんだ。そう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 。で、あんまやりすぎちゃうと焦げちゃうんですよね。難しい。この6分目、8分目ぐらいで。知らんか。いや、楽しいな。いいな。いいっすよ。もうできた。はい。え、もうできたん。できてる。え、すごい。え、これはもう回る、回しましょうかってことですか。もう回したよね。じゃあ、ちょっと行かさせていただきます。クダニスパイス。これ5、5は連続できる。うわぁ、マジか。ちょっと贅沢に使いすぎじゃない。うわぁ、贅沢に使いすぎじゃない。クダスパかけたら、あー、美味しい。すげえ。うめぇな。すごい。え、ちょいガーリックやってみる。うわぁ、高め、高め。自分ちの、自分ちの汚れ。普段九段寺チャンネル、どういうことを結構あれされてるんですか。九段寺チャンネルは適当です。まあ、だそう、だからさ、ちゃんと会話する気ないじゃん、もう。今あること
あー、いいっすね。今やりたいことをやるみたいな。ねえな、ちょっと待って。ごめん。俺すげーの出していい。お、え、なんすか。刺さりやすくなるように。はいはいはい。え、はい。ちょっとビル、あ、ビール何ですか。これめちゃくちゃ高いからって言って、ついで飲ませたものがすごいアルコール度数低い、はい、低いな。でも本人たちは、あれなんか、あ、きついっすねって言うのか、はい、え、そんなにきつくないですって言っちゃうのか。そうそうそうです。いや、これ人間性をこう見抜くやつですね。はい、 OK です。おまけ、下手くそか。下手くそか。こういうのってあれだから、この時間が大切だから。つかねえな。このさ、サプライズ的にやりたかったのにさ。俺ライター持ってるわ。つかねえな。クダジさんのライターが必要か。え、これボケですか。僕、あります。